祖国功労勲章を授与された、グリゴロービチユーリー・ニコライビチ・グリゴロービチは、ロシアのバレエ振付屋、現、ボリショイバレエ団バレエマスター、レニングラードで生まれる。父親は、事務職員、母親は主婦、母方のおじは、宮廷室バレエ学校を出て、バレエリュースに参加した、バレエダンサーだった。1946年にレニングラードバレエ学校を、卒業し、キーロフバレエ団に入団。 カイ・ロプホフの教えを受けて、早くから振付を始め、1957年に、石の花の新振付で大成功を収める。これによって、石の花はそれまでのラブロスキー版に代わって、グリゴロービッチ版が標準的な演出となった。1961年までソリストとして在籍した、後、1962年から1964年まで、キーロフのバレーマスターを務めた。 同年ボリショイバレエ団にバレエマスターとして移籍し、以後30年にわたって、ボリショイの筆頭格としてバレエ団を牽引した。1988年芸術監督に就任。1995年に E. マクシーモは、V. ワシリエフ夫妻や M、M. プリセツカヤと対立して退任した。その後モスクワ国際バレエコンクール審査委員長などの要職にあったが、2008年3月に81歳で、 再びボリショイのバレエマスターに復帰した。グリゴロービッチは従来のバレエ作品に多かったマイムを極限まで減らし、舞踊のみの見世話を多く作った。ソリストの演技的舞踊による可能性を追求し、軍部が曲奏に厚みを持つ。新演出では、ミハイル・フォーキン、マリウス・プティッパー、レフ・イワノ・フラの作品を復活発展し、石の花や愛の伝説、スパルタクスラオリジナル作品は、 すべて、多まくもので、女性の支え手としての男性ダンサーを解放し、男性主体の作品を作り上げた。妻は、ボリショイのメイバレリーナだったナタリア・ベスメルトノは、オリジナル作品改編、新演出。ファイオンライン、27、フェブラリー2008。ありがとうございます。